おはようございます。10歳若返る。実際に健康管理士のゴンユージです。いやー、眠いです。今日もですね、4日連続なんですよ。今週末は僕の例の夜の秘密の夜の夜勤勤務アルバイトですね。副業でやってるんで、その合間にですね、この読書鍛錬をやってます。アメリカのですね、声がもう眠たい、寝ぼけた声をしていますが、アメリカのスーパーコーチ、こうイエースってこうダミ語でね、叫ぶね、このアンソニー・ロビンスさんのお師匠さんにあたるね、米国の経営哲学者、ジム・ロンさんがね、言いました。お金持ちになりたいとか、貧乏から脱出したいとかね、言う人がジム・ロンさんにね、よく言ってくるのが、そうかね。では、このバビロンの大富豪、本を読むとか、始めたまえとかって言うんですけれども、なんと、本を読む人は全体の2割しかいないと。もう8割の人は本を読むという行動すらしないと。本を読んでね、お金持ちになるとは限りません。貧乏から脱出できるとは限りませんが、少なくともそういった行動をすることによって、お金持ちになったりとか、貧乏から脱出できる可能性は高まるはずだと。それなのにそういった行動すらしようとしないと。8割の人たちは。これは人生の謎だって、ジムノさんはよくおっしゃってました。はい、なので、今日もこの、眠い目をこすりながら、この読書鍛錬に、僕の人生を激変して変えたいので、このバビロンの大富豪を読んでいきます。バビロンの金持ち、アルガミシさんは、バビロンの貧乏人、アルカドに言いました。まだわからぬのか。お前は他人のために汗水垂らして働いているのだ。食べ物と着るものをくれる主人のために働く奴隷と変わらぬのだよ。もしお前が稼いだものの10分の1を取っておいたなら、果たして10年でどのくらいになっているのか分かっておるのか。アルガとは言いました。1年間に稼ぐだけの金額です。アルガミシは言い返した。それは真実の半分でしかない。お前が貯める金は一つ残らずお前のために働く奴隷なのだ。その金が稼いできてくれる銅貨も、一枚残らずお前のために稼いでくれる。まさに黄金の子供なのだ。お前に財産ができれば、お前が貯めたものくらい、否応なく稼ぐことになるし、その子供もまた否応なく稼ぐことになる。そして全ては、お前が喉から手が出るほど欲しがっている、豊富な財産を手に入れるために協力してくれるのだ。お前は徹夜で働いたのに、どうやらわしに騙されたと思っておるな。だがわしはおそらくお前に支払う代金の1000倍ものことを教えてやっているのだ。わしが話してやった真実の意味をつかみ取るだけの頭がお前にあれば、だがな、稼いだものはすべてその一部を自分のものとして取っておく。稼いだ金額がいかに少なかろうと、10分の1より減らしてはならない。10分の1の金でさえ取っておく余裕など、まるでないこともあるだろう。だがとにかくまず自分自身に支払え。仕立て屋やサンダル屋から買うときには、残りの金で払うことができるよう、なおかつ食事やお布施や神々のお供え物に十分なものが残るようにするのだ。富というものは一本の木と同じく小さな種から育つ。お前が貯める最初の一枚の銅貨が種となって、お前の富の木が育つのだ。種を植えるのが早いほど木は早く育つ。お前がずっと貯め続けて、その木に肥料と水をきちんとやれば、それで早くお前がその木陰で満足感に老けれる日が来るのだ。そう言うと、アルガミシは粘土板を取り上げて出て行った。アルガミシの言ったことをよくよく考えてみると、道理にかなっているように思えた。そこで私、アルカドは、とにかくやってみようと決心した。報酬を受け取るために、銅貨10枚につき1枚を取り除けて別のところに隠しておいた。その結果は奇妙に思えるかもしれないが、以前と比べて金が足りなくなることはなかったのだよ。10分の1が何とかやっていけたし、ほとんど違いは感じられなかった。もっとも、密かに貯めた金が増えるにつれて、その金で商人たちが飾っている贅沢品のあれこれを買いたいという誘惑に駆られることも多くなっていったがね。フィニキア人の国からラクダや船で持ち込まれてくるようなものだよ。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。先週、僕のクレジットカードの借金の残高の一部をこうやって公開しました。まだちょっと実はあるんですけどもね。はい。元金で5000円ほど払って、半分ぐらいのこの利子をこう取られてしまってるんですね。で、毎月5000円だから1年で6万円なんですよ。ということは、あと33万円この、
残高ありますから、だいたいですね、ざっと計算して5年にわたって、この利子を、元金とまた別の利子もこう支払ってしまってるということなんですね。でもしこの5000円を1万円にして、1年で12万円にしたら、まあこの5年から少なくとも、この半分、2.7年に減らすことができるんですよ。で、僕はですね、この世界各国の伝統技術をシステム統合した4次元肉体進化エクスパーのこの先生がね、まあ教えてくれる、まあこちらの、まあ神崎さんが500万円の借金を作って奥さんに逃げられたという、この壮絶な人生のストーリーから始まる、まあこちら X ファミリーオフィスのお金の守りのスキルの、授業、学校ですよね。こちらです。まあ先ほどの神崎さんは、この漫画化されたこのある謎の人物のね、まあ一番弟子、お弟子さんなんですけども、まあその X ファミリーオフィスのね、教えで、この借金は死んでからやれ。複利には勝てない。利子には勝てないんです。で、借金は身ぐるみ脱いでも早急に完済しろ。そして借金返済が最高の投資という、まあこういう教えがあるんですよ。まあこの教えは、この謎の人物のね、お母様が、この謎の人物が子供の頃に教えてもらった教えらしいんですけど、まあ多分この先生のね、謎の人物を、お母様もこのバビロンの大富豪を読んでたんじゃないかって、僕個人では思ってるんですけど、というわけで僕はこの教えに従って自分の借金を見てね、ある決断をしたんです。まあそれは何かというと、また機会あればお話ししたいと思います。もうまた寝てね、夜の副業の秘密アルバイト行ってこなければなりません。はい、それではさようなら。